庭瀬駅は岡山県岡山市北区平野にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。線路名称上は山陽本線単独駅であるが、運転系統上は白尾線の列車も乗り入れる。駅番号は山陽本線が JRW03、白尾線が JRV03。ホーム南口相対式ホーム2面2線のホームを持つ地上駅である。 上下線の間には、ホームのない待機線が一本存在したが2014年7月に、倉敷川の半分ほどを残して撤去された。緑の券売機プラス設置駅は、設置開始当初は、直営、業務委託を問わず改札、生産、案内の係員を引き続き配置する例が多かったが、当駅への設置は初めて営業上は、無人駅扱いとする事例となり、当駅の係員は、 接客業務を基本的に行わず、券売機などの管理業務のみを行っている。改札口のインターホンも岡山駅の係員による対応である。これ以降、管理駅、地区駅の係員による巡回対応を組み合わせる形で、無人化された駅にも緑の券売機プラスを設置する例が順次増加している。2018年3月24日までは直営駅だった。 2007年に自動改札化された。また、2008年12月13日に下り、ホーム側にも改札口が設置された。これにより、庭瀬駅南側から踏切を渡らなくとも当駅に行き来することができる。2008年3月のダイヤ改正に合わせ、上りホーム全体の傘上げ工事が行われた。また、電車の停車位置が以前より、岡山駅寄りに変更された。 なお、古戦橋にはエレベーターが設置されている。アイコカ及びアイコカと相互利用関係の IC カードを利用可能。自動改札機は北口では開閉式であるが、南口では簡易式となっている。普通乗車券で南口から出場する場合は、改札機裏側の収札箱に乗車券を投入する。1日の平均乗車人員は以下の通りである。 詳細は、キビを参照西日本旅客鉄道、w 山陽本線、V 白美線快速、サンライナー通過普通北長瀬駅、庭瀬駅中小駅、鉄道ジャーナル第21巻、第2号、鉄道ジャーナル社、1987年2月、129ページ。AB、庭瀬駅駅情報、JR お出かけネット、西日本旅客鉄道、 2018年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月8日閲覧このことがインターホン横に掲示されている。以前は倉敷駅、中小駅の管理下だったが、管理範囲を行政区域と原則一致させたい。岡山市社の方針から2010年に移管された。山陽本線、庭瀬駅南口の開設について、 アーカイブド2009年1月15日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、出展、岡山県統計年報。ありがとうございます。